晦日を祝い、全国各地で花火大会が開催されています。赤い大きな花火が大会の幕開けを告げ、小雨の中合わせて10万人の観客が会場に足を運び、会場での絶景を楽しみに待っています。会場である港全体も美しくライトアップされ、花火が添える彩りを待ちわびているかのようです。今回は前例にない規模を誇っており、23分間で3万発以上の花火を打ち上げ続ける予定とのことです。一方、各家庭では花飾りやランタンの飾りを楽しみながら、どうしました？シア、休暇中にすまない。新年を迎える準備。本部からの緊急任務だ。各隊員に調査任務が発令された。位置情報を受け取り次第調査に向かえ。はい、現場の状況は？ニュースの通りだ。我々の衛星も異常気象を観測した。想像以上の事態に発展する可能性がある。了解。最寄りの飛行場に連絡を。すぐに出発します。シア、現場に複数の軍事組織の展開を確認している。十分に注意してくれ。了解、また連絡します。緊急速報です。本市から20キロ離れた上空で異常気象が観測されました。それに伴い花火大会は中止となります。市民の皆様も外出を控えてください。シア、前線からの情報によると林将軍の部隊が現場に到着したようだ。林将軍？ SAI のトップだ。技術面なら我々 SRO さえも凌駕すると言われている。奴らが現れたとなると、この事件何か裏がありそうだな。フライト座標を固定した。10秒後に指定空域に到着する。指示に従いワープドライブを起動しろ。3、2、1、起動。空域に到着。空域には厚い雲が広がり、強い気流と稲妻が発生しています。今のところ順調だ。問題ない。高度を下げる準備を始めろ。付近に林将軍の先遣部隊が確認された。ウェイクを応援に向かわせた。合流しろ。しかしブラックホールに関しては資料が不十分だ。お前の調査にかかっている。衛星の情報によると林将軍の部隊はすでに上陸している。注意しろ。座標に向かっている。状況は？まあ順調よ。了解、また連絡する。シア、ブラックホールに異常は？山を一つ飲み込んでしまいましたが、こちらは雨を除けば異常はありません。質量が大きいほど時間の流れが遅くなるのが相対性理論だ。となるとこのエリアの時間は数時間前に固定されたはずだ。Thank you.
数の敵がそちらに向かっている。了解。不安定でお前の信号が確認できない。ウェイクが座標近辺に到着しているはずだ。彼を頼れ。了解。現在ブラックホールに向かっています。臨床軍の部隊は数が多く、接触する可能性があるため時間がかかる恐れがあります。了解。何かあればすぐに報告しろ。船長官、炎上する旅客機が頭上を通過しました。衛星の情報によると、そのエリアは強い電磁波の干渉を受けている。注意しろ。村が水没していて、水中に高圧線が残っています。どうやって向こう岸に渡れば？お前の動力装置には粒子ワイヤーの射出機能がある。機能を遠隔解除するので、しばらく待て。シア、複数の敵船が接近している。船体の方向は薄い。沈められるだろう。
もう2隻追加だ。片付け次第攻撃に渡れ。対処します。降りた先で臨床軍の先遣部隊が確認できるはずだ。船長官、敵の数が多すぎます。問題ない、ウェイクが援護する。ウェイクの信号弾？そうだ、敵が信号弾に注目している。今がチャンスだ。了解、すぐに片付けます。シア、応答しろ。何があった？ここはどこ？こいつら。船長官、船長官、聞こえますか？応答しろ。船長官、こちらシア。何が起こった？特殊な空間に迷い込み、古代兵の襲撃に遭いました。無事か？はい、敵はどうなりました？信号弾の発射地点に向かった。奇妙な現象だな。他の隊員にも伝える。
ブラボーに通達。ポニーテールの女を見つけたら連絡しろ。了解。こちらは異常なし。オーバ問題ありません。次の目標は寺院を抜けると裏に道がある。そこに向かえ。
間だな。終わりだ。再び肩甲骨で会おう。シア、ハリケーンが迫っている。その場所から離れろ。ルートは？議員の裏を抜けると山が見える。そこを目指せ。ハリケーンだ。振り返らず走れ。複数の敵船がブラックホールに向かっています。プランを再検討する。少し休め。